こんにちは、深田静香です。今日は2020年10月16日金曜日です。いよいよあと2日で G1 レース秋華賞です。私は病的真面目を治すためにカウンセラーの先生から競馬を教わっています。本当だったらだいたい G1 の前の日の土曜日ですねにカウンセリングに行ったりするんですけど、今週の土曜日はちょっと仕事なので今日カウンセリングに行ってきたいと思います。そして私の愛読書のスポニチをね、購入するために仕事前にコンビニで買ってから行きます。では行ってきます。コンビニに着いたのでちょっと買ってきます。買ってきました、スポーツ日本です。朝早かったんですけど、あと2つでした。これを持って今日はカウンセリングに行ってきます。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。深田静香でした。また来ますね。